ボートレース徳山のスポーツ日本杯争奪ヴィーナスシリーズ第11戦が13日から開幕する。21年東京大会に次ぐ2番目で他国開催では過去最多の金メダル20個を獲得して終了したパリ五輪。バスケットボール経験のある奥村明日香、22イコール福岡も多くの感動をもらった。結構見ていましたよ。スケボー、吉沢恋 の金メダルは中学生ですよね。すごいなぁと思います。水面へ飛び出せば感動を与える側、引いた20号機への期待も大きい。先月乗った横田高光がセット交換がどうやら大当たり。優出4着まで駒を進めたように、出足、周り足には自信を持っていたようだ。着実にステップアップしている奥村。2節前の下関ミッドナイトでは、 男女混合戦ながらもめくりで2勝を挙げている。練習で鍛えたことが、レースにつながっていると思います。スピード重視の練習をしていますよ。まずは準優に乗れるように、頑張りたいです。今節は A1 不在ということもチャンスが広がる。パリに負けない熱い6日間へ、ボングの鐘が鳴り響く。 3号艇の 7R と5号艇の 12R ダイヤ選抜に登場する書に力目が離せない。